はい、皆さんこんにちは、マヌルグルフジです。プレキュースピリッツ2015続きをプレイしていきたいと思います。今日からはですね、ソフトバンクとの3連戦になります。先発、ジャイアンツが小山で、ソフトバンクはバンデンハークということで、東京ドームから18時ナイトゲームでのプレーになりますけども、その前にですね、ちょっと疲労が溜まってきてますので、フードコーディネーターこのゆりはまさんで合ってんのかな、ちょっと読み方微妙ですけど、仕事の依頼をしましょう。おっと、これは速攻で効果があるわけじゃないのね。ってことはちょっと待ってくださいね。このショッピングアドバイザー、やっぱりね、これ兄弟か双子かなんかな、どっちかなんですね。なるほど、ボランティアです、まあいいや。で、どうしようかな。やっぱたこ焼き職人だな、こういう時はね。鍼灸師さんにも依頼しましょう。 OK です。さあ、相手バンデンカークはストレート154キロにスライダー、シンカー、チェンジアップにスローカーブか、速球中心の投手というスコアラーの方法かなと思いますね。今日も阿部はファーストに入ってます。やっぱりあのアップデートが入ってから、阿部がファーストで起用されるようになったのかなっていう感じですね。ホームからお伝えしてまいります。セパ交流戦、読売ジャイアンツ対まずはジャイアンツの先発小山が東京ドームのマウンドに上がる。最初は守備機会からですね。西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか注目ですよね。そうなんですよね、まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ、楽しみに見たいと思いますね。そうですね、これはどうかな。アンダーさんが、取りましたね。ただソフトバンクに1点先制されてます。そんな中、ジャイアンツの攻撃は2アウトランナーなし、1回の裏。さあ、そして高橋、この打席でホームランを放てば今シーズン30本。西さん、30本目前となりましたね。まあ、ここで決めたいですよね。そうですね。さあ、30号となるのか。まずはストレート、厳しいコースにまず投げ込んでいきました。高速シンカー打ちづらそうなボールですね。はスライダーです。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど、そうですか。このスローカーブは98キロ100キロ出ないんだ。このスピードの差、速球とか高速シンカーとの差は打ちづらいですね。が高速進化になります。スリーボールツーストライクフルカウントです。当てるのが精一杯。次が7球目。うわー、最後はストレートに空振り三振。スリーアウトチェンジ。見逃してもギリギリストライクかなっていうようなボールでした。
ただ2回の裏にジャイアンツ5点取ってますね。ピッチャーは変わってるか。バッターは3番高橋、あ、まだバンデンハーンヒットでランナーを1塁に置いています。投げてますね。初球ボール、うわ、このストレート厳しいところに来たな。いいとこ投げてきますね。このストレートよく攻略できたな、ジャイアンツ打線は。この球は外れています。高め際どいコース決まっています。2ストライク2ボールと追い込んでいます。当てるのが精一杯だな。今のはスローカーブですね。さあ6球目は何か、どうだ、落ちろ、あー落ちないか。当たりは良かったんですけどね。さあ両者1点ずつ取り合って、4点リードの場面、2アウトランナー1塁、バンデンハークとの3回目の対戦です。まずはストレートから。初球はボールになりました。うわになります。スライダー入ってるのか。ワンボールワンストライク、これは外れますね。ストレートが138キロ外れて2ボールワンストライク。そろそろチェンジアップ、まだ1球も見てないですよ。これもストレートですね。低め見送っています。うわー打ち上げた、これはキャッチャー取るね。最後はファールグラウンドで掴んで3アウトです。ちょっとこのままだとノーヒットになってしまうので、なんとかホームしましょう。もうバンデンハーク降りてると思います。7回の裏、岩崎ですね、ジャイアンツの攻撃です。一方ホークスはピッチャーが変わります。背番号21岩崎がマウンドに上がります。点差を離している展開。さあ岩崎データお見せしてください。ストレート150キロか、スライダーフォーク、スローカーブにスプリットファースト。そうですよね、集中してほしいですよね。スライダーチェンジアップ、球種は持ってますね。まずは143キロのストレート、振り遅れてます。これはフォーク、落ちる球できました。どうだ、打った、これはうわ取られたか。大飛球だったんですけどね。吉野部はもう退いてますので、今日はノーヒットということになりました。ジャイアンツは、7対2で勝利を収めています。ジャイアンツが見事勝利を収めました。今日は西さん打撃で圧倒しましたね。本当です。最後はね大飛球だったんですけど残念でしたね。金子千尋やっぱりデータで見ても強いな。さあ、ソフトバンクとの第2戦は菅野と摂津の投げ合いになりそうです。ちょっと快音が出なかったので今回はヒットまず1本打ちましょうね。不動のレギュラーの座からレギュラーに降格して
レギュラーから代打要員になったりするとちょっと面倒ですからね。これから東京ドームからお伝えしてまいります。セパ交流。さあ、まずは守備機会から1回の表です。菅野立ち上がりはどうか。小宮山さん、さまざまなタイプの1番バッターがいると思うんですが、小宮山さん現役時代どういったタイプの1番バッターが嫌なタイプでしたか？ボールをしっかり見てくる選手っていうのはやっぱり誰がマウンドにいても嫌なタイプの選手だと思いますけど、ではこの1番バッターはどのようなバッティングをしてくるか。見逃し三振。これはシュートですか？今チラッとしか見えませんでした。立ち上がり無難に立ち上がってジャイアンツが1点リードします。先制してますね。さあ、そして高橋、この打席でホームランを放てば今シーズン30本。西さん、30本目前となりましたね。まあここで決めたいですよね。そうですね。さあ、30号となるのか。まずはシンカーから入っていきましょう。初球ボール。まあ、向こうは閉殺を狙っていると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど、そうですね。うわー、完全に振り遅れましたね。次はボール気味に来るでしょうね。外に逃げるボールを引っ掛けないようにしたいですね。なるほど、そうですか。変化球空振り、ワンアウトです。ダメだったな、今のはな。あんまりいい状況じゃないですね、今のところね。さあ、ただジャイアンツの方は2点取って、さらにチャンスで由伸です。繋がらなかったですね。ただ次は勝負強いバッターなんでね、期待していいと思いますよ。このチャンスに期待がかかる。まずはストレートからバッターボックスです。外低めに変化球が決まります。ちょっと頭になかったボールだな。バッターボックスの高橋、今シーズンの得点圏打率は4割6分9厘となっています。すごい数字ですね。ここもやってくれると思いますよ。そうですか。試合の方は2対2の同点に追いつかれてますね。打席には3番バッター高橋。ちょっとここのところ快音なしですね。先ほどの打席はファールフライに倒れています。フォアボールのランナーが出ています。今日の先発ピッチャーはジャイアンツがエースの菅野、そしてホークスが摂津、以上両エースの投げ合いとなっています。うわー、打ちました。甘いボールだったんだけどな。2塁を送ります。セカンド崩れか。ワンアウトランナー一塁となりました。打順は4番阿部。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ゲッツー崩れでランナー残りました。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。低め決まってストライク。次が4球目。大きく外れました。なかなかタイミング合いません。フルカウントです。さあ、これで決まるのか。ファーストランナーいい当たり取った。うわー、ゲッツーだな。ちょっとね、投げた瞬間走ったんですけどね、間に合いませんでしたね。最後はダブルプレーに終わってしまいました。もうちょっと慎重にいってもらいたいですよね。試合の方は機械に均衡を保ったままです。さあ、この終盤で勝ち越しのランナーを一塁に背負います。バッターボックスには明石。1点が欲しい場面ですから。
変化球空振り。今さすが菅野という感じです。打席には2番バッター本田。まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいです。打ち上げた。これは亀柄加点に入ります、ね、打球はフライになっています。セカンドフライ掴んで3アウト。さあ第4打席目、高橋由伸ヒット1本打ちましょう。8回の裏ジャイアンツの攻撃です。そしてホークスは森にスイッチです。さあマウンドを任されたのは森。今シーズン防御率が 1.35 か。ストレート、カットボール、このあたりは球威がありそうですね。フォーク、スローカーブ、シュートも持ってますね。パームボールも持ってるんだ。まずはストレートから。インコース決まっています。これは何だろう、カットボールかな。ピッチャーが取る。アウト、ワンアウトです。カットボールか、ちょっと球速的にスライダーだったかもしれない。さあソフトバンクに、カシコチを許して1点ビハインド。9回の裏ツーアウトランナーなし。今日はまだ当たりがサファテ、ゲッツーフルでランナーが取りました。ストレート159キロ、スプリット、スライダー、カーブ。うわー、これ打つの大変だな。なんとかね、逆転サヨナラホームラン打ちたい。まずはインサイド見送っています。スピードボールを持っています。あー、外野は下がってますね。これもストレートですね。かなり警戒していますね。うん、そのようです。うわー、デッドボールか。バットが出てしまいました、デッドボール。あー、完全にすっぽ抜けてますね。さあそしてバッターボックスには阿部が入っています。さあ長打で一気にサヨナラも考えられる局面となっています。156キロのストレート、長打のあるバッターですから、ここは俺が決めるというぐらいの意気込みでいってほしいですね。なるほど、そうですね。ここからは確実に狙っていきたい。ストレート2球空振りしてますね。大きく枠を外してきます。うわー、見逃した瞬間タイムリーなりませんでした。試合終了、ジャイアンツ痛い敗戦となってしまいました。今日もノーヒットか。2試合ヒットなし。ソフトバンクとの3連戦、最後は内海と大隣の投げ合いになります。3試合連続ノーヒットっていうわけにはいけませんからね。今日はヒット1本打ちましょう。これから東京ドームからお伝えしてまいります。セパ交流戦、宇都宮の立ち上がりはどうか。西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね。まあ、どうやって突破口を開くのか。これはセカンドに入っている片岡が抑えます。そうですね、そのあたりがどういう。1回の表宇都宮は0点で抑えました。一方大隣の方もツーアウトまで、来てますね。この打席でホームランを放てば今シーズン30本。西さん、30本目前となりましたね。まあここで決めたいですね。アルカンチェンジ、そうですね。さあ30号となるのか。これはスライダーです。外に逃げていくボール、よく見ています。
これが3球目。わあ、これは入ってくる。インコース決まった。ワンボールツーストライクです。さあ勝負してくるのか。わあ、最後はボール球のストレートですね。スリーアウト。ジャイアンツが2点先制して、由伸第3打席目は、あ、ごめんなさい、第2打席目は3回の裏です。まず盗塁の指示が出ていますので1球見逃しましょう。走ってきた。キャッチャー2塁送球する。盗塁成功です。きっちり盗塁を決めてきました。2塁ランナーの片岡、足速いんでヒット1本で先インコースの変化球見ています。外へ歩かされるかな。ここは見極めています。ストライク入りません。うわあ、ストレートか。遅いボールに2球見せられてのストレート、135キロも速く見えますね。となっています。いや、素晴らしい数字ですね。うわあ、1塁を送ります。ツーアウトになりました。なんか137キロのストレートには見えないな。もっと速いボールに見えましたけど、キレってやつなんですかね。ソフトバンクに逆転を許してます。この回はクリーンアップから始まります。バッターは高橋。うわ、先ほどの打席はボール球だったのかな。カーブだと思いますけど、ジャイアンツ1点ビハインドで迎える6回の攻撃。ちょっとヒット1本打たないとまずい。同点に追いついてますしね。ここで勝ち越しだを。バッターボックスは3番高橋。今日はまだ当たりがありません。ヒットでランナーを一塁に置いています。まず何を投げてくるか。ランナースタート。キャッチャー送球してセーフ。盗塁成功。いや、早いですね。見事に盗塁を決めた場面です。盗塁が刺されてる場面だから、まあね、警戒してたんでしょうけどね。やっぱ足が速いんだな。これでアウトを増やす。松本ですからね。一打勝ち越しのチャンスになりましたね。やはり走力というのは大きな戦力ですね。そうですね。うん、体に近いところ。うわ、この148キロの低めとか。2ストライク追い込んでいます。まあ、空振り。空振り三振。ランナー、これちょっとまずいな。もう一回回ってこい。よし、ピッチャーはサファテスか。2アウトになっています。初球ストライク。156キロがいきなり出ました。見送っています。ボール打てた。インハイ決まります。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。危ない球です。ストレート打てない。空振り三振。スリーア打てないな。3試合ノーヒットか。ソフトバンク戦6番バッター松田。前の打席ではフォアボールを選んでいます。外れてフォアボール。このフォアボールで得点圏に勝ち越しのランナーが進んでいます。すいません、小宮さん。さあ、ノーアウトランナー二塁一塁になってますね。さあ、3球目は何か。これはゲッツーになるか。掴んだ。二塁送球。二塁アウト。アウト。ダブルプレイ。ただそして打席には鶴岡が入ります。ランナーが三塁に残ってますからね。これはただ落ちるな。あ、落ちないな。アンダーソンが最後ね。スリーアウト。勝ち越しは許しませんでした。勝ち越しのチャンスがあったソフトバンクですが、そのチャンスを生かせませんでした。3対3。2番バッター本田。先ほどの打席はピッチャーライナーに倒れています。ツーアウトランナーありません。これはショート坂本が抑えますね。坂本が掴んで3アウトです。うわー、もう回ってこなかった。3対3の同点のままゲーム終了ですね。このゲーム引き分けとなってしまいました。ちょっとね、このソフトバンク戦いいとこ全くありませんでした。すみません。
はい、というわけで少しちょっと残念な、ね、結果になってしまいましたけども、次回はね日本ハム、との3連戦をお届けしていきたいと思います。次回はねきっちりと結果を残していきたいと思いますので、応援の方引き続きよろしくお願いします。